ジェイコブ・フランクリン、フランク・メンター三世は、アメリカのファンタジー作家、ゲームデザイナーであり、彼の業績で、最もよく知られているのは、ダンジョンズドラゴンズファンタジー、ロールプレイングゲームの初期の作品群におけるものである。彼は1968年から1975年までは、フォークミュージシャンであり、リチャード・ニクソン政権時にホワイトハウスでコンサートを1回、行っている。 彼は1980年から1986年までチームソニックレーシング社の従業員であり、その間の一部は取締役会長ゲイリー・アイアックスのクリエイティブアドバイザーであった。彼はまたチームソニックレーシング時代にロールプレイングゲーム、アソシエーションを設立した。彼は1983年からジェンコンゲームフェアにおける世界最大のゲームオークションに 密接な関係を持っており、ファミリーボードゲームとロールプレイングゲームの専門家である。ガイギャックスが1985年の末にチームソニックレーシングを追われた後、メンツァーは同様にチームソニックレーシングを辞め、ガイギャックスがニューインフィナティスプロダクションズ社を立ち上げるのを手伝った。このベンチャーが失敗した時、メンツァーはゲーム業界を去り、ついにはパン屋の経営者となった。 2008年、彼はこの事業を廃業し、その2年後、新出版社であるエルドリッチエンタープライゼスの創立共同経営者としてゲーム業界に戻ることを発表した。フランク・メンツァーはフィラデルフィアの郊外で生まれ、二人兄弟の兄であった。高校時代、フォークミュージックの演奏を始め、16歳の時、フィラデルフィアの繁華街にある、 自由の鐘と独立記念館のためのビジターセンターの開館式でフォークミュージックのコンサートで初めての有給となる演奏をした。高校卒業の直後、国立公演局で働いていた彼の父親はキャトクティン山岳公園で勤務するためにメリーランド州に家族で引っ越しをした。メンツァーは自分のフォークミュージックの経歴を積むことに関心を持っており、父親の助言で、 NPS に連絡を取り、様々な NPS の会場でコンサートを行う手配を整えることができた。1972年に彼はホワイトハウスの庭で行われた都心部の子供たちのための公開コンサートで演奏するために NPS に雇われた。コンサート中のある時点でパッド・ニクソンが全国ニュースの取材班を引き連れて演奏を聞きに来たため、 天使のハンマーを歌っているメンツァーの映像がその晩の全国ニュース放送で流された。メンツァーはフィラデルフィア地区に戻り、1970年代の短期間ピンボールゲームセンターの支配人として働いた。1970年代半ば、メンツァーという人は新しいロールプレイングゲームであるダンジョンズドラゴンズで遊ぶことを覚え、一週間に数回、 集まって遊ぶ8から12人のプレイヤー集団に加わった。1979年 D&D を出版した会社であるチームソニックレーシングはデザイナーと編集者の求人広告を出した。メンツァーには編集あるいはデザインの経験がなかったため最初は無関心であったが仲間のプレイヤーであるデイビッド・アクラーが応募するようにしきりに促すためメンツァーも最後には折れた。 チームソニックレーシングとの電話面接の後にメンツァーは編集職として雇われ、1980年1月にメンツァーはウィスコンシン州レイクジェニー場に移った。チームソニックレーシングに加わった直後に彼は D&D の総合的に見て最良のダンジョンマスターを選出するコンテストであるチームソニックレーシングの第1回 DM 招待会に招待された。 1980年のジェンコンにて、メンツァーが受賞者であることが発表され、銀牌と会社の金流の鎖が授与された。チームソニックレーシングのマイクカーは、チームソニックレーシングが講演する D&D のファンクラブの発足を考えていた。メンツァーが DM 小大会で勝利を収めてからほどなく、カーはその仕事を引き受けるよう、彼に話を持ちかけた。 メンツァーは何らかのグループを組織することに同意したが、単純なファンクラブより、むしろ特にコンベンションにおける D&D イベントの間に採点することにより、より質の高いロールプレイングを奨励することに関心を持っていた。メンツァーがそのシステムを作ったばかりの時、宅で黙っていたプレイヤーが得をして、結果的に良いロールプレイヤーに罰を与えていると感じた。彼は、 ダンジョンマスターとプレイヤー全員がその卓で誰が最も良いロールプレイヤーであったかを評決する採点方式を生み出した。これで環境が整い、メンツァーは質の高いロールプレイングを促進し、ロールプレイングゲームのファンたちがお互いに会合してゲームを楽しめる組織であるアーピーガを結成した。メンツァーは彼の自前のキャンペーンセッティングであるアクアリアを題材にした4つのアーピーが トーナメント冒険を執筆した。メンツァーは、それらが、ゲイリーガアイギャックスのグレーホーク世界セッティングの一部、オアース上のフラネス以外のどこかで新たな、アクア・オアリディアンキャンペーンセットの最初の部分になる、ことを想定していた。1983年に、メンツァーは、ジェンコンのゲーム製品オークションに関与するようになり、今や世界最大のゲームオークションと呼ばれるそれと、現在まで、 毎年関与してきた。メンツァーは、間もなくチームソニックレーシングのクリエイティブディレクターに昇進し、そして彼が与えられた仕事の一つが、アドバンストダンジョンズドラゴンズのために特に開発されたあらゆるルール、モンスター、その他の素材を使用せずに様々なルールを揃えて改定し、ベーシック D&D のために調整するということであった。これは D&D のベーシック。 エキスパート、コンパニオン、マスター、イモータルボックスセットに結実した。これらは最終的に11カ国語に翻訳され、世界中で数百万部が販売された。メンツァーによる他の作品は、アイム一在モータルストーム、アイマイナス11ニードル、アーサー・シー・クラークの小説、2001年宇宙の旅に基づいたゲームである。 スターフロンティアーズの冒険モジュールが一つである。ジェンコンのゲームオークションの仕事を契機として、メンツァーはゲームの記念グッズ市場に興味を持つようになり、その時点のゲームの市場価格を簡潔にまとめた、ザ・ゲーム・バイヤーズ・プライスガイド1986を出版した。彼はまたゲイリー・アイギャックスと親密に仕事をし、冒険モジュール T1 から4、ザ・テンプル・オブ・エレメンタル、エビルと、 AC4 The Book of Marvelous Magic を共同執筆した。1985年後半、ゲイリー・ガイギャックスとロレイン・ウィリアムズはチームソニックレーシングの経営権獲得を競い、結果的にガイギャックスはチームソニックレーシングを追放された。メンツァーはガイギャックスのそばで6年間ともに仕事をしており、D&D の方向性に関する理念を共有するに至っていたため、 ウィリアムズのために働くことを良しとせず、1986年にチームソニックレーシングを辞職した。ガイギャックスはロールプレイング市場に新たな製品を送り出すために、すぐにニューインフィナティスプロダクションズ社を創立し、メンツァーは設計役員として参加した。メンツァーはガイギャックスとキム・モハンと共にクリエイティブ委員会を結成した。この会社の最初の製品は、 サイエンスフィクションをテーマにしたサイボーグコマンドでメンツーとガイギャックスに共同執筆され1987年に出版された。次の計画はデンジャラス・ジャーニーズという名の多くのジャンルに及ぶ新たなファンタジーロールプレイングゲームであった。この製品がゲームデザイナーズワークショップから発売された時チームソニックレーシングはただちに著作権侵害で告訴した。 この訴訟は、チームソニックレーシングが、デンジャラス・ジャーニーズ・システムの全権利をニュー・インフィナティスから買い取り、この計画を永久に棚上げするという形で、最終的に和解された。これが日比を崩壊に導き、メンツァーはゲーム業界から去ることを決心した。その後数年間、ポール・カミカワとの協調、クッキング・ウィズ・アウト・ファイヤオリジンズ・アワード、ウィニング、 ゲームマスター・シークレッツ第2巻の一部であるトラスト・アット・ザ・ゲーミング・テーブルなど少々の執筆活動を行った。彼はまたゲームのコレクター、そしてオークションにおけるそれらの価値の専門家となった。2000年に彼と彼の2番目の妻であるデビーはウィスコンシン州ミノクアに移り、メンツァーが経営者、妻がパン屋き職人であるパン屋を開業した。この事業は 最終的に3店舗にまで拡大した。しかしながら、パン屋の経営には多大な手間がかかり、2008年に彼らの人生への新たな需要に直面し、メンツァー夫妻は彼らのパン屋を占め、入りの移住、ロックフォードに移ることを決めた。2010年11月、ティム・カスクは、KC ゲームフェアにおいて、彼、フランク・メンツァー、ジム・ウォード、クリス・クラークが、彼らの執筆する、 新たなロールプレイングゲームの作成と様々な一般的な作品を出版するためにすでに共同経営者としてエルドリッチエンタープライゼスを創立したと発表した。ありがとうございます。